14時です。セミがよく鳴いてます。青森県の野際公園。野際公園の案内。時間があるから散策してみます。それにしても太い桜の木。春が楽しみです。松の木もいっぱい。風があると嬉しい。川がないみたいだけど橋。松の木も太いです。日に焼けたみたいで顔が熱い。群馬の象。緑の草原。池があるんですね。乾いてるからズボンが濡れません。木陰にベンチ。睡蓮が咲いてるみたい。風で葉っぱが揺れてます。反対にも橋が見えるんです。橋がありますよ。本当に公園広いんだ。野際湖の古城大橋。海が近いけれども淡水ですね。ここはちゃんとした砂地。赤い睡蓮の花が見えます。トンボが飛んでるんですがね。橋を渡ってみましょうか。さすがに人がいませんね。さっきはあそこにいました。魚の姿は見えません。雨で水が濁ってるんでしょう。赤い睡蓮、白い睡蓮、渡って影にいます。最初に見た湖と一緒ですね。赤爪草が咲く草原。橋を渡って戻ってます。あの段差は自然にできたんでしょうかね。やはり木陰がいいな。筋肉痛でぎこちなく歩いてます。暑くてもキノコ。こっちの駐車場暑そう。まだ新しい切り株。野際公園海抜21メートル。立派な石碑。車でこっから入って右に止めたんです。水が出ると涼しい。みんな影がある方に駐車しますね。観蔵。無肝臓というのかな。水たまりだったのが干上がっています。
遊具広場の方へ。これも並木です。木の葉っぱ、砂場。14時20分ほんと太い桜、だいぶ前から公園があったんですね。結構滑り台が多い。あの丸太はアスレチックかな。何をするんでしょうね。松の木が立ってます。正面から風が来ます。広いから全部見れないけども、青森の自然を感じてます。これはグランドかな。そして白樺が白いですね。夏を感じてます。普通なら低い山登る時間あるんですが、白爪草の花、今日は7月の22日、駐車場に戻って荷物の整理をします。